皆様ごきげんよう、誉れあずさです。誉れのままご覧くださりありがとうございます。今週から3週続けてロックバンドイグジストトレイスさんをゲストにお迎えしてお届けしたいと思います。まず第1弾のゲストさんはベースの直人さんとドラムのマリーさんです。どうも、自己紹介お願いします。はい、イグジストトレイスのドラムのマリーです。よろしくお願いします。お願いします。イグジストトレイスベースの直人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日から3週続けてお届けしたいと思います。はい、まずはベースの直人さんと、ドラムのマリーさんにお越しいただきました。今日は5つの質問をお二人にさせていただきたいなと思います。はい、では早速ですが、まず1つ目からいきたいと思います。ルーツについて。ルーツ、どうしてこの音楽活動を始めたのかとか。私からでいいのかな。どうぞ。はい、お願いします。私はですね、もともと別に何だろう、バンドをやりたいっていう意識があったわけではなくて、小さい時から結構幼稚園の時にリトミックっていう、なんかリズムでの手遊びみたいなのから始まり、ピアノをやって、でその後に小学校で吹奏楽部、金管バンドクラブっていうのがあって、でそれを経て吹奏楽部を、そこから8年ぐらいみたいな、結構楽器を演奏することがすごい好き でしかも一人でじゃなくてみんなと演奏するっていうのがすごい好きだったの でその過程に直人がいてでたまたまその学生時代にこう音を合わせるタイミングがあって、その時に結構合奏に力を入れている授業だったんですよ。でその時にこう普通だったらなんか木琴とかピアニカみたいな、そんな感じかなと思いきや、もうドラムもベースもあるみたいなでエレクトーンもあって、なんかすごいたくさんの楽器がある中でドラムを選んでベースを選んでっていうのが実はあって、でもだからといってこうじゃあバンドやろうぜってそっからやったわけではなく、その後こうなんとかバンドをやりたいっていうのを言ってて、それでドラム叩けるやついるからやるって言われておやるみたいなそういう流れでこうバンドというものに関わっていったっていうのがあって、だから聞いてた音楽っていうのがこうこのジャンルが好きでこれを聞いてましたっていうのがないんですよ。テレビのから流れる、それこそアイドルとかもめっちゃ聞いてたし、聞いて踊ってたしでクラシックもすごい好きだし、なんかこだわりを持たずにいろんな音楽にこう触れてるのがすごい好きだったので、なんか今もそれはすごい影響されてるなっていうのはあるんですよ。自分はですね、小学校の時に、初めて好きになったバンドがラルカンシエル、でそこからいわゆるビジュアル系っていうジャンルにすごいこうハマりだして、でバンドをやろうって思ったきっかけが、ラファエルっていうバンドが昔いたんですけど、彼らにすごい影響を受けまして、でそこで自分もなんかこう何かを残していけるバンドをやりたいなと思って始めたのがきっかけですね。はい、ありがとうございます。では2つ目いきたいと思います。こだわりについて教えてください。はい、こだわり結構いろいろあるんですけど、はい、まず私ドラマっていう意識があんまり少なくてどちらかというとパフォーマーという立ち位置でライブに立ってるんですよ。ライブのステージで。なのでもちろんドラマーとしての基礎の部分はしっかりやりますがいかにこの、一番後ろにいてなんか目立ちづらいような立ち位置にいるからこそどうやって会場を沸かせられるかみたいなのを結構考えてるんですよ。そういうところを結構こだわって今だみたいなのでバチッと決めたりもするし、機材とかに関してはでかい音が出せるやつがいいみたいなすごい単純なんですけど、
そう、結構友達から勧められてこれいいよって言って実際叩いたらめっちゃいいじゃん、でかい音出るねとかでシンバルとかも割とサイズの大きめのを選んでみたりとか、なんかそういうところのこだわりから今のセットが出来上がってるたりもしますぐらいですかね。魅力満点でした自分のこだわり、そうですね、なんかやっぱこのメイク、こんな感じのメイクをやってる女性バンドマンってあんま見ないですけど、まあ男女関係なくなんかずっと自分が好きなものを表現していきたいなと思って、でそうですね、その結果20年間かはほぼほぼ変わらないメイクではあるんですけど、多分この先もいろんな派手なメイクはすると思うんですけど、うん、なんかあんま見たことないようなメイクというか、うん、っていうのをその都度表現していけたらなと思いますね。でベースに関してはあのやっぱベースの低音がすごい好きなので、うん、こういろんな奏法あるんですけど、こうベース自体の低音がしっかり鳴ってる、弾き方によっても出たり出なかったりするんですけど、そこをしっかり出していきたいなとはずっと思ってますね。はい、ありがとうございます。じゃあ3つ目に行きたいと思います。はい、心安らぐ空間、集中できる場所。はあ、そう最近だと、はい、結構一人でボルダリングジムに行くんですよ。ボルダリング、はい、壁を登るやつ、あれ結構体力使うんで、もうすぐにパパパって登って降りてパパパって登ってっていうのができなかったりとか、あとはそのルートを攻略してどうやって体をどう体を使って登ってゴールにたどり着くかみたいなの、結構頭と体を両方使ってやるようなスポーツだったりするんで、一回登って登れなかった時にこう壁から離れてずっとこう眺めてるんですよ。でそのルートを考えながらもなんか別のことも頭の中でこう考えながら、すごいでなんかその空間って結構静かだったりするんですよ。音楽は流れてるんですけど、そのガヤガヤザワザワしてるわけではないので、すごい集中してこう心を落ち着かせることができて、かつトレーニングもできるっていう一石二鳥の空間がそこですね。はい、はい、心安らぐ空間、家ですねもうずっと何もない時は基本家にいたいタイプなの で、あとあの愛病もいるので、はい、もう、はい、癒しを求めて早く家に帰りますぐ帰るもん、はい、すぐ帰ります。そうなんですね。そうなんです、すぐ帰ります、はい、家が安らぎますなんかメンバーの皆さんとここお出かけ行ったとか、たまに、あ、自分の場合はたまに、たまに、うん、この間マリーと展示会行ったりとか、マリーはよくジョーとなんかいろんなとこ行ったりとか、あ、でも最近はあんまり行ってないかな、うん、でもなんか気がついたら誰か引っ張り出して行ったりとかそう、この間去年の冬、今年が入ってからか、あの、うん、初めてスノボに行ったりとか、そのメンバーあの、まあ、全員じゃなかったんですけど、ミコとジョーと一緒にこう行ったりとか、うん、でもなんかそれもあの友達がスノボ行ったんだよっつって動画見せてもらって、めっちゃ楽しそう、行きてってなって行こうよっつってすぐ影響されちゃうんですよそれでこう、もうメンバー引っ張り出して行っちゃうみたいな。楽しそう。お嬢さんアウトドアですね。結構海子もやっぱり。海子さんもアウトドア。アウトドアなんですよ。山登りが好きだって言ってて。そうだからあの今年はちょっともう厳しいなと思ってるんですけど、いつか富士山には登りたいなと思って。お、いいですね。そこはちょっと海子と相談しながらトレーニングを積んでいきたいなと思って。ありがとうございます。では続いていきたいと思います。今後挑戦したいこと。今後挑戦したいこと、なんだろう、
ういろんな方々とライブを一緒に今までやってきたんですけど、うん、今まで本当に触れたことないジャンルやったことない人たちとやってみたいなとは思いますね。こう誰がいるのかわからないんですけど触れたことないジャンルすごい大げさに言うと演歌の方とか、なんか全然やったことないところでやってみたいなっていうのがありますね。でもそれすごい勉強になるんだよね、うん、多分普段もね、うん、がっつり演歌を聴いたりとかっていうわけではないので、多分新しい発見とか、なんか新しくバンドに取り入れられるものとかなんかいろいろありそう、うん、ありそう、うん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 、今後挑戦したいこと、結構挑戦したいなと思うのは挑戦しちゃうタイプなので、あ、一人で海外旅行には行ってみたいですよね。結構挑戦的というか、なんか国内は一人で旅行とか、まあ、そんな多くはないですけど、うんうんうん、思い立ってピュッて行ったりとか収束しちゃうんで、なんかその言語の壁があるので、うんうんうん、そうなんか、そうからだな、英語を勉強したり好きな言語を勉強したり、あとは結構資格を取りたいなと思ってて、うん、まあ、特に何に使うってわけではないんですけど、コーヒーが好きなのでバリスタとか、あとはなんか料理も結構好きなので調理関係のなんか資格とか無駄に取ってみようかなとぐらいですかね。音楽に関してはなんか今すごいいろんなことをやらせていただいてるので、でもなんかそこからこうなんかありそうですよね、役目でなんかね、これからも楽しいことをやっていきたいと思ってますありがとうございます。では5つ目最後に、はい、20周年を迎える EXIST さんですが、はい、普段あまりこうメンバーの方に面と向かって感謝を伝えることってないんじゃないかなと思いまして今回は特別にメンバーの皆さんに感謝のメッセージを残してみたいなと思って素敵な、はい、素敵なあれですね、うん、そうです、そうですね、配信された時にメンバーの皆さんが見てあっってなるっていう企画です。そう、感謝じゃあ恥ずかしいですねこれね本当に。じゃあ一人一人ですよね。じゃあ一人一人、一人一人もちろん、はい、一人一人今自分でハードル上げたじゃあじゃあジョーからモバイルさんから、はい、そうですね、ステージ上で結構助けられてますまあお互いにこう探り合ってこうアイコンタクトをしながらその場を作っていくっていうこともまあただ特に最近は多くなって、なんかすごい意外とって失礼だな、なんか結構適当な発言をしてそうで真面目だったりするので、なんかその点ですごいフォローしてもらったりとか、うん、なんかいろいろとこう自分自身仕事とかなんかもろもろ抱え込みがちなのをこう結構率先してやってくれたりとか、うん、なんか気にかけてくれてるっていうのは本当に感謝しております。ありがとうございますねえ、じゃあ次はギターボーカルのミコかな。そうですね、なんかもうミコにはバンドの仕事をもうほとんど任せてしまってるっていう意識があって、でそのバンド全体の面倒を見てもらってなんか本当にいつも大変な仕事をすまないねと思いながらもちょっとおんぶに抱っこしてなって感謝、日々感謝をしております。なんかなんだろうな、結構もうすぐ自分自身テンパると、え、みこどうしよう
あれどうしたらいいと思う、これどう思うすぐ聞いちゃうんですよ、まあ、なんかそこはもう結構しっかり落ち着いて、いやそれはそうじゃないのとかこうっていう的確にこう言葉をくれたりするので、まあ、たまに破天荒なこともあったりするんですけど、なんかそこはお互い支え合いながらすごい頼りにしてます、いつもありがとうございますオミですね。いやオミはなんかいろんなことに興味がなさそうで、しっかりちゃんと周りを見ている子なんですね。で、なんだろうな、結構自分言葉が強くなったりする時あるんですよ。そのやっぱ音楽のこととか、まあそうじゃなかったとしても、なんか違うなと思った瞬間に、え、そうじゃないのとか、結構ガツって言っちゃう時あるんですけど、でもそこもなんか、は？なんだよとかは絶対言わないし、しっかりこうスッて受け取って、それを自分で解釈して、こうちゃんとそれを戻してくれるっていうか、なんかその辺をすごいリスペクトするし、ですごい真面目だから、なんかちゃんと練習もしてくるし、なんだろう、すげえなって、なんか結構言われたことも、え、めんどくさいって思う瞬間ってまあ多々あるんです、私自身めんどくさがりなのででもそういうのもめんどくさいとも言わず、しっかりきちんと仕事をこなして、こうバンドの裏をしっかりこうグッと支えてくれてることに感謝をしております、ありがとうございますなると最後か、最後ですよ、もう一人いないよ私に感謝っつって自分に、ね、長くなるからいやまあなんか私そのね、まあオミと同様結構ベースってリズム隊っていうくくりになった時に、そのやっぱりグルーヴとかその絡みっていうのがすごいこうであってほしいっていうのは自分の中で結構強かったりもするので、その点に関してまあだいぶ前とか結構ガツってもうすげえ多分イラってめっちゃしてると思う中ですげえ言うんですよ。でもそこでもまあイラッとはしながらもやっぱりそこもしっかり自分で噛み砕いてちゃんとバンドに還元して、でその土台をしっかりやっぱり良くしていってくれてるなっていう、もう今となってはちょっとプッて言っただけでスッてこう乗っかってくれるみたいな、その擬音が多いな、なんかこっちの言葉、まあ、足りないことも結構あるんですけど、言ったことに対してすぐ理解してこう合わせに来てくれるっていう、で自分のこうリズムとかも、まあ、クリックは聞いてるけど寄れやすかったりはするので、なんかその癖とかもなんか把握してなんかグッとくっついてきてくれたりとか、やっぱサウンド面ではすごい今となってはめっちゃやりやすい感じになってます、ありがとうございます、ありがとうございます。あとはプライベートでも最近私が最近にわかオタ活を始めているので、そこにガチオタ活ちょっと先輩にいろいろ引っ張って出していただいてお世話になっております。またどうぞ、またよろしくお願いしますちょっと意外な一面がオタ活以上でございます、ありがとうございます、素敵。じゃあ直人さん、はい、じゃあ逆からいこうかな、マリーから、まあなんだかんだこのメンバーの中で一番付き合いが長い、長いね、もう人生の半分以上そうだ、激アツですね昔からこう なんだろうね、こう距離感が男友達みたいなちょうどいい距離感、で別にね、なんかベタベタするわけでもなく、でなんかそれが逆になんかリズム隊ってなった時にすごいやりやすく、その関係性がすごいなんか今思えばちょうど良かったなというか、すごいやりやすいなっていうのと、あと最近すごく思うのがライブ中、さっき自分でもパフォーマーって言ってたんですけど、やっぱライブ中のテンション
をやっぱ基本自分ドラムを見てることが多いの で、うんうん、でマリーのテンション感にすごい気持ちよく乗っかれる瞬間っていうのがすごく最近いっぱいあって、でそれがなんだろう、そのマリーがこうグッと引きつけるドラムを叩いてる時は自分もそこに乗っかってそういうプレイに自然となるし、うん、ヤホーイってなってる時は全力で乗っかるし、それがすごいなんか自分自身に余裕ができたのかもしれないんですけど、最近ライブをしててそのマリーに乗っかってプレイすることがすごいなんか気持ちよくもあり楽しくもある瞬間がすごい多いので、はい、これからもあれですね、ちょうどいい距離感でよろしくお願いします。はい、よしよしよし。で、おみちゃん、おみちゃん、おみちゃんです ね、はい、おみちゃんとはですね、なんか一番なんか緩い空気感で話せる相手かなと思っていて、であんま結構自分の気持ちをなんかこうパーンっていうタイプではないんですけど、おみちゃんこう2人で話してると結構毒を吐いたりするので、それがすごい面白かったりするんですけどなのでまあそうですね、あのさっきマリーも言ってたんですけど、バンドギタリストとしてやっぱすごく真面目な人なので、サウンド面に関してはもう任せて、はい、おみちゃんらしいプレイをしていってもらえればなと思ってます。個人的にはなんか緩い会話をこれからもしていけたらなと思ってます。はい、いつも、うん、いつもありがとうございますみこ、みこですね。もう本当に感謝しかないですずっとイグ結成してから楽曲面でもこうリーダーっていう立ち位置でも本当に引っ張ってって来てくれていて、で本当にさっきマリも言ってたんですけど、ミコにいろいろこう任せてしまっているところが多いので、なんか仕事振ってくださいできることはやるので、なんか、うん、もうちょっと手伝えたらなと思うので、でライブに関してはいつも右側に、自分から見て右側にミコがいるんですけど、やっぱ右側でキラッキラこうしてるので、いつもこう飛び跳ねてそれ見てるのがライブ中結構楽しいので、ミコはミコらしくずっと輝いていてもらえたらなと思います。いつもありがとうございます。最後にジョーですね。ジョーもまあ付き合い長いんですけど、そうですね、なんか出会った頃と変わらず今もなんか一緒にいれるのがなんかすごい、ジョーと2人でライブをすごい学生の頃とか2人で見に行ってることがすごく多くて、最近その話2人でたまにしたりするんですけど、なんかその時の感覚がその時の感覚と変わらず、今も一緒にいれることがすごく、ただ単純に感謝だなと思ってます、はい、なのでジョーらしくこれからも、イグジストトレースのボーカルジョーであってほしいなと思います。ありがとうございます。うわ、素敵なコメントありがとうございます、じゃあ最後にお知らせをお二人からお願いします。はい、10月の今月ですね、19日に、青山リズムで、イグジストトレースの20周年アニバーサリーのワンマンライブがございます。でこの日は、お昼公演と夜公演がありまして、お昼公演はファンクラブの限定のライブになってるんですが、まあ、ライブとはいえいろんなことをこうメンバー同士で考えているので、ちょっとそちらもぜひ楽しみにしていただきたいのと、まあ、夜は夜で激しい、そして熱い、グッとなるようなライブを、もうなんだろう、あ、そう、今まで19周年、去年とか19周年で過去を割と振り返るようなライブをしてきたんですけど、まあ、今年は20周年ということで、その、まあ、一つの区切りっていうことではないんですけれども、その
こうこれから自分たちが描いていく未来とか、やっぱりこの今だったりっていうその瞬間瞬間の熱量だったり思いっていうのをどん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 更新していくライブをしていきたいなと思っているので、もうその19日はその日のライブ、そしてそこから未来を見せれるようなライブを届けていきたいと思っているので、ぜひ皆さん、ぜひ皆さんお待ちしておりますので絶対来てください。ありがとうございます。では本日の配信はここまでにさせていただこうと思います。改めまして、本日のゲストさんはエグジストトレイスのベース名本さんとドラムマリーさんの2人にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に一緒にお願いします。はい、せーの、コマレの間、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。TokyoBorderless TV.